ねえ。ご主人様、なんだあのじいさん、泣いてない？私は画家としてあるまじき罪を犯しました。世に言うその盗作を、私は我が国の美術界にも、そして左右にも皆様にどうお詫びを申し上げ申し上げたらいいか。泣きすぎだろ。先ほど行われた斑目氏による緊急謝罪会見の模様をお伝えしました。斑目氏は盗作の事実を教会に申告した後、警察からの出頭要請に応じたとのことです。前テレビ出てなかった？マダラメ氏は教え子らへの虐待容疑に加え、無断で作品を自作と偽って発表していた疑いがあるほか、代表作さよりに関する盗難被害の届けが詐欺目的の狂言だったとも疑われています。大物に持ち上がった大掛かりな違法行為に美術界では衝撃が走って、あのじいさん終わったね。氏は会見後身柄を警察に移される予定でしたが、高齢を考慮され警察病院での聴取となる模様です。しかし簡易鑑定では精神に異常はなく、責任能力はあるとの見方を示しています。そんなじじいに優しくすることないのに、なんで自分からバラしたわけ？ありえなくね？また氏の個展に怪盗団を名乗る何者かが不審な声明文を貼り出したとの情報があり、警察では容疑を特定しない形で関連を調べることにしています。怪盗？泥棒とじいさんの土下座となんか関係あんの？あー、聞いたことある。怪盗団、悪い心を盗むんだって。だから犯人自分から謝罪しちゃうって話。心盗むって何？できなくない？そんなの。けど俺もなんかネットで見た気すんな。確か予告状だけはマジで出されたっぽいぜ。あなたのハートいただきます。見てな。
マジでそんなやついたらすげえわ。神ってるわ。怪盗団ねえ。また怪盗団。見た見た、マダラメのニュース、カモシダの時と同じだ。怪盗のこともちゃんと言われてたけどよ、面白くなってきたな。うまくやりゃ狙った通りに改心だ。この力マジで見返すどころか、世の中大騒ぎになんじゃね。冷めてんな。まあリーダーは浮かれすぎない方が頼もしいじゃん。この調子でどんどん広まってかねえかな。二度目ってのもでかいぜ。こんな偶然普通ねえからな。続けていけば絶対みんなに勇気与えられる気がする。少し静かにした方が良さそうだ。知り合い？バカほどいいんだ。君たちちょっといいかな。はーい、何かご用でしょうか。何度見てもしびれる棒読み具合だぜ。何してるの？どういう友達？本当か？こんなところでお茶もないだろうが。今からどこ行こうかって。まあ今日はいいけどね。あまり遅くならないうちに解散しなさいね。変な事件も多いし、例の画家のニュースで騒がしいしね。気をつけます。昼間っからよ、あいつら暇なんじゃね。あんなアドリブやめてよ、焦ったし。今まで以上に警戒した方がいいぜ。第二の怪盗騒ぎが巻き起こってる最中に、前回と今回の被害者が合ってるわけだしな。まさか会話聞かれたりとか。平気だよ、この人混みだ。気にしてんのは俺たちだけ。それもそうか。ところでさ、ゆうすけ、マダラメからなんか聞けた？怪しいやつがどうのとか言ってたじゃん。それが問い詰めては見たんだが、奴は自分に何が起きたかさえ理解していない。私らに欲望を取られたこと、実際に見たわけじゃないんだもんね。下手すれば刑務所行きって噂だ。奴から情報を得るのは難しいだろうな。つかお前、これからどうすんの？あの家を出るよ。あんな場所ではもう絵は描けない。あてあるの？学生寮がある。美術科特待生の俺は無償でいいそうだ。特待生？え？お前すごいの？高牧さんの家でもいい。って、はぁ？いつでもモデル頼めるし。バカ。まあ、ゆうすけも一人になっていつでも集まりやすくなったけどな。ひとまずは事件経過について様子見だ。それにマダラメ級の大物ってなると時間も多少かかりそうだしよ。とにかくおとなしく学園生活しつつ次のターゲット見つけよう。リュウジ、また頼むぜ。それまでは準備だな。北川雄介。鈴井志保に続いてまた面識の浅い他人のためにやったっていうの？二度も追い返されて通報までされかけて、そんな相手を上がり込んでまで助けたわけ？しかも城の次は美術館。宝を盗めば心が入れ替わるなんて妄言、まだ言い通す気なのね。
いいわ。そんな話出まかせなら仲間と口裏合わせなんてできないはず。新しく加わった仲間のことを話しなさい。意地なんて張るのは無意味よ。自分の立場を悪くするだけ。マダラメのたった一人の門下生なんて調べればすぐにわかることよ。仲間は売らないって言いたいわけ？いいわ。聞きたいことはたくさんあるから。この頃からよね、怪盗団人気に火がつき始めたのは。ネットに嘘が溢れて、自分にも予告状が届いただの、怪盗に助けられただの、情報収集の手間が10倍になったわよ。本当に勘弁してほしかったわ。次の標的はこの男、金城純也。この男は今までの二人とはわけが違う。警察も手を焼いてた本物よ。こんな悪党をどうやって落としたの？聞かせて。容疑者は覚えていないなどと意味不明の供述を繰り返しており、警察では精神鑑定を行い、犯行の経緯や動機の解明を進めるとのことです。囚人学園の鴨志田、そして今回のマダラメ、共通点がいくつか見つかっています。突発的な心変わりの直前に予告状が送られていたり。なるほどね。だが一連の精神暴走事件と関連づけるのは飛躍しすぎではないかね。そもそも君が踏み込めば警察がいい顔しないだろう。縄張りだのメンツだのにこだわってる場合じゃ。ここ 2,3 年の間に起きた事件を関連づけて調査すべきです。分かった、任せる。日々の業務に支障をきたさぬ範囲でな。ありがとうございます。余計な真似を、あの女。異常とも思える事件が相次ぎ、不安が広がっているのは承知しています。これは大変憂慮すべき事態です。国民の皆様が安心して暮らせるよう全力を挙げて取り組んでまいります。怪盗団を名乗る連中といい、あれが明るみになれば。
よっしゃ。しますか。いらっしゃい。それでは。ご存知ですか？それでは。実は。またどうぞ。おお。おお。すまん。
なるほど。ようこそお越しくださいました。お、なあ、マジかよ。的の真ん中のことをブルズアイって言うのよ。で、そこに当てるのがブル。まあ昨日ネットで覚えたばっかだけどな。で、今やってるルールは0-1つって0点になったら成功なんだ。点を稼ぐんじゃなくて0にするのか。変わったルールだな。まず最初に持ち点があるんだよ。で、当てた場所に応じて点数が削られてってぴったり0点になったら成功ってわけ。そっから1点でもずれたらダメだ。どうよ、スリリングで燃えるだろ。点数の計算とダーツの投げ分けが成功の鍵というわけか。かなりの集中力が求められそうだな。1点だとさ、ほら、もうちょっと腕をまっすぐだな。ところで、リュウジは何を見てんだ？ああ、この張り紙さ、ペアプレイで盛り上がろうだってよ。ペアで交互に投げるんだってさ。さっき言った0-1のルールでな。なあ、これやってみね。そう来なくっちゃな。そんじゃ早速始めようぜ。うわ、いきなりブルかよ。こりゃテンション上がるぜ。行くぜ、元陸上部をなめんなよ。きたー、20のトリプル。お、あんな細いとこによくぞ。リュウジにしてはやるな。あと少しで0点だ。最終ラウンド引き締めてこうぜ。うっしゃー、ぴったり0点。俺ら完璧じゃね。そう簡単に達成できるもんじゃないぞ。やっぱりお前持ってるな。いや、これ面白いわ。責任感つうかプレッシャーがすげえけど、その分やったろうじゃんって気になるぜ。何か掴んだみたいだな。お前らの顔を見ればわかるぜ。たとえ遊びでもやり方次第じゃ鍛錬になるってことか。ふん、我が輩はいつだって怪盗団のことを考えてるのさ。この場所使えるぜ。今度はみんなで集まろう。お、これって俺が誘ったおかげじゃね。あれだ、ほら、棚から岡持ち。ボタ持ちだろ。岡持ちって出前かよ。お、いい音。そういや、ここってビリヤードも遊べたんだよな。こいつも遊び方次第では何かに使えるかもしれん。ま、今日はもう遅いからビリヤードはまた今度にしとこうぜ。そういえば今回は無料券を使ったが、次に遊ぶ時からは有料なんだな。でも面白かったろ。
これだったらまた遊びたいぜ。そんじゃ帰るとすっか。今日は付き合ってくれてサンキューな。おい、よし。よし、行こうぜ。皆さん、ありがとう。またよろしく頼むよ。
守備はどうだね、例の件。はっきりご報告できるようなことはまだ。見当くらいつかんのかね。教師を挑発できる生徒がどれほどいる。目星ならすでに。ただ確証が得られておらず。鴨志田先生のセクハラのことご存知だったんですよね。校長、それを聞いて何になる。私は正しいことに協力しているんですよね。焦る気持ちは分かっているつもりだよ。自殺未遂者まで出てしまって、生徒会長としては痛恨の極みだろう。はい。全ての生徒たちに安心できる学園生活を提供すること、それが今我々が取り組むべき事案なのだよ。だから心の回答を探すんですか。実在するかもわからないのになぜそこまで。マダラメの事件、君も知っているだろう。鴨志田先生の時と同じ予告状が使われたと聞きました。うちの生徒とは無関係だと信じたいものだ。そうですね。そういうことだ。余計な詮索はやめて最善を尽くしたまえ。マダラメの会見見た？皆様にお詫びを。ってあれだろ。マジで怪盗団ってのがやったのかな。心を盗みますっていうあれ。なモモいるわけねえだろ。けど偶然にしてはできすぎてんだよな。よし。どう？次の大物って見つかった？なもん、昨日の今日で見つかるわけねえだろ。それもそっか。あ、ところで私テレビ局にしたけど、あんたたちどうすんの？あ、やべ、社会科見学サボりて。そういう行事はちゃんと出とけよ。目つけられんなって言ったろ。俺の場合急に真面目くんになる方が目立たねえ。へりくつこねてないで行け。じゃあみんなでテレビ局にしよう。なんか番組収録見れるらしいよ。女優とかいるんじゃない？もうネットの情報を待ってる以外やることねえし、まあいいか。それに行事にちゃんと顔出しとく方が妙な疑いかけらんねえだろうしな。じゃ戻るわ。テレビか、ちょっと髪切っとくかな。あいつやっぱバカだ。本当に何も起きなきゃいいが。
おい、聞いてるのか？我が輩が折りたたみの傘を入れといてやったぜ。今度はタオルと替えの下着も入れとくか。ではまた。実は傘を忘れてしまって。あ、でも大丈夫です。駅まで走ればほとんど濡れませんから。むしろトレーニングになってちょうどいいです。え、どうやって。あ、傘入れてもらえるんですか。嬉しいです。ありがとうございます。傘ありがとうございます。実はもうすぐ全公開で体調崩したくなかったんです。そうです、夏の始まりと終わりに大きな大会があるんです。出場するにはクラブの代表に選ばれないといけなくて、その代表を決める選考会があるんです。私夢なんですよ、新体操で世界に行くの。そんなわけで今日もコーチに絞られてきます。先輩の応援があれば100人力ですなんて。もう駅ですね。ここで大丈夫です。本当にありがとうございました。どこかで必ずお礼を。あれ、吉沢じゃねえ。スポーツ特待生の。授業は特別扱いだし、帰りは彼氏の見送り付きなわけ。天才様は違うわ。すみません、変な誤解受けちゃいましたね。いえ、むしろ私のせいですし、クラスでも私あんな感じなんです。変に気を使われるというか、腫れ物扱いというか。学校側も私が大会で結果を出すことを期待してて、この前の清掃活動も本当は来なくていいって言われてたんですけど、そういう特別扱いみたいなのなんか嫌じゃないですか。電話、父からみたいです。すみません。お父さん？え、ごめん、最近スマホの調子悪くて。大丈夫、ありがとう。うん、後でね。失礼しました。雨だから迎えに行こうかって。ちょっと過保護すぎますよね。はい、そう思います。では私は練習があるのでこれで。今日はありがとうございました。失礼します。大変そうだな。青山一丁目、青山一丁目です。青山一丁目、青山一丁目、ご注意ください。最高だわ。それ、バカじゃないの？こりゃいいね。
いろいろ見てってください。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。雨は好きかい？うん、ありがとう。はあ、あのね、さて、うわあ、うわあ、そのごめん。まあ、お、いいね。よし。よし、気をつけてね。リュウジやアンドノの影に隠れてるが、お前も前歴のせいで有名人だからな、くれぐれも注意しろよ。おい囚人、聞きなさい。では、
やるか。